本当マットブラックがめちゃくちゃかっこいい。かっこいいよ。もう全部マットブラックで統一されてるっていうのがね、すごいかっこいい。みるみるランド。はい、ではこちらリトルモンスター見ていこうと思います。はい、ネクストライフさんのお車です。今ね、めちゃくちゃ人気らしいんですよ。ちょっとね、受注が追いつかないぐらいだそうです。はい、今日はね、外観から行ってみたいと思います。外観がかっこいいんだよね。そうなんですよ、すごいかっこいい、はい、マットブラック、こういうところがね、最後にこれまあずっと持ってたことなんですけど、ね、マットブラックでごついよね、フロントも。今までは飛行機で行ったり新幹線で行ったり、かなりね、ワイルド感が出てますね。でアクロでも走りやすそうな感じですよね。ホテルサイドオーニングしっかりついて、打ち上げ場のトライアングルしか実は、はい、ちょっと詳細見てみましょう。はい、こちらね、ネクストライフさんのリトルモンスターです。乗車定員が4名で、就寝定員は2名です。全長が 3.3m、 幅が 1.4m、 高さが 1.8m です。別車両が NV100 クリッパーです。こちらね、ガソリンで走るタイプの車です。お値段が328万円です。こういうところまで素敵なんですよ、ね、であとこの下の上がるときにちょっとこう足掛けられる、やっぱりちょっと上がってるのでリフトアップされてる分高くなってるけれど、こういうちょっとした段があることで乗りやすくなってるなって思います。しかもワイルドになるよね、そのバーをつけることによってね。ハットブラックがめちゃくちゃかっこいい。かっこいいよ。もう全部マットブラックで統一されてるっていうのがね、すごいかっこいい。はい、ブラックになってるっていうのがまたポイントだと思います。これちょっと後ろもちょっとここもかっこいいよね。やっぱりそのすごいね、この上に上がりたくなる、ね、ラダーがついてます。ここも黒ですし、で上に積んでるのも全部同じマットブラックで統一されてます。でこちら両開きなので、で中見ると中がこういう風にね、フラットなベッドになってます。フラットで2名寝れる、大人2名、余裕で寝れる感じですね。で上に照明、オレンジの照明、ね、オレンジの照明ってちょっと珍しいですよね。あと窓にはカーテンがついてて、プライベート空間が担保されてます。そしてあとこの辺のサイドにドリンクホルダーとかスイッチ類があって、あとそこに収納棚があります。で後ろ、はい、中入ってみますと、ここにね2つホールがあって、こういう感じでいろんなもの、いろんなものじゃない、飲み物ねホールとしておくのと、こちらに電気関係のものがあります、うん、そしてここが収納棚、収納棚ですね。収納になります。こちらが、あ、引き出し、引き出し式の収納ですね、うん、これはいいな、引き出し式結構好きです。でここの下がじゃんとパカッと開いて、あ、奥結構ね、真ん中ぐらいまで、ここ結構入りますね、下ね、床下収納ね、高いからこの、うん、ここの部分が高いので、はいはいはい、かなり入る感じの収納ですね。そしてだけどこの中自体もちょっとルーフが上がっているので、うん、空間自体は、ね、広いよね、ほんとね、ダーンって前まで広い空間広がってます。みるみるランド今展開してくれてます。ソロモードに展開してくれてます。一人旅の時は、はいはい、このままで家に置いていけば、はいはいはい、こんな感じでここ座ってここにテーブル置いちゃって、ああなるほど、うんうんうん、で寝るときはもうそこで寝ちゃうみたいな。あー、めちゃくちゃいいですねそれ。自分が乗ってるんでこれ。ソロモードいいですね。便利ですね、うん、あ、ご自身で乗られてるんですか。乗んないと分かんないでしょ。分かんないですよね。いいとこもある。そうなんですよ、借りるとすごい分かります、荷物。他になんかこだわりポイントとかありますか。こだわりのポイント、さっき言ってくれたけど、軽キャってさ、荷物入んないのがほとんど。そうなんです、そうなんです。で、これ今まで9台乗り継いでキャンピングカー、軽乗ったことなかったから初めて軽乗ってみようかなと思った時に、なんか使いづれのばっかりだなって。ああ、必要最小限だけど、うんうん、
また後ろから見たとき K なのに前までスコーンって見えるからすごい空間が広く感じますよね。すごいなと思って。で荷物下にあれだけ入ればあのキャンプの道具も置けるし、でこれいいですね、一人用すごい、これはいいなと思います。